アウディフロント UW2251933 年初頭に当初発表されたアウディフロント UW220 はヨーロッパで最初の全輪駆動の6気筒エンジンを備えた自動車だった。大型の2.25リットルのエンジンを特徴とするアウディフロント UW225 によって置き換えられるまでの2年間製造された。 大型のエンジンを装備した方は1935年に発売され、1938年4月まで生産され、1939年まで一覧には掲載され続けた。1933年から1938年までの間、アウディフロントはアウディの唯一の量産車だった。UW220 は1 9 5 0 c c の 直列6気筒のオフエンジンを特徴とした。主張された最大出力は 3500rpm で4 0 p s だった。2リットルのエンジンは同時期に発売されたアウトウニオングループのバンダラー W22 と共通だった。車名の UW はアンジクター・ワンダラーの略でエンジンの前方にある車輪を駆動するためにバンダラーの エンジンを180度方向転換にして設置したという意味の暗軸とを表す。当時の多くの高性能自動車同様にフロント UW220 は最高速度時速 100km をもたらすと主張した。発注者の好みに応じて4度はスポーツリムジンや2、ドアかぶりを折れ、ロードスターを含む多様な車体が乗せられた。1935年から生産された。 UW-225 は、エンジンの大きさが 2257CEC に拡大され最大出力は、それぞれ3300、または 3800RPM 回転時に 50PS、または 55PS に増強され、それを反映して、交渉の最高速度は、時速 105km だった。オフエンジンは、アウトウニオングループのバンダラーから踏襲され、 バンダラー W245 とその後継機と共用した。前輪駆動の使用にもかかわらず、製造者によると、車両の旋回直径は、この大きさの自動車の一般的な値を上回らない12.5メートルだったと、される。後輪駆動のバンダラーは、アウディとエンジンを共用しており、旋回直径は12メートルだった。 1933年4月から1934年11月までに1817台の UW220 を含むおよそ4500台のアウディフロントが生産された。1938年以降は2591台の後継の UW225 が生産された。後継機のアウディ920の製造は1938年11月に。 始まった。アウディ920は、ホルヒを元に製造するように設計され、アウディを市場調査を元に、アウディのブランドとして販売することを決められた。920は、アウトウニオンの大型で費用のかかるホルヒの車種と、小型で廉価なバンダラーとの感激を埋めるように、設定した。これらの状況により、前輪駆動のアウディフロント UW225 の、代替として、 コーリン駆動の920は挑戦的ではなかった。オズワルド、ウェルナー、ドイチェ・オートス1920から1945、バンドに、モーターバッチ・バーラグ、ISBN3 から613021706。ありがとうございます。